はい、こんばんは、山田と申します。さあ、読み読み速報って形でね、上げてると思いますけどね、まあね、どこになるかというと、これは京都府の、京都市防府町ですねの、まあ見ての通り、また、書いたところも使っておるわけです。まあ、あれか、この辺りとか後ろのやつとかが特定できるのかな。でもそっか、ルームの今情報って、あのインターネットで公開されてるから探そうと思えば探せるのか。まあ今ね、何をしてるかというと、ホローカル。ね。今始まってます。京都でね、ホローカルっていう、ホロライブと、JR 東海さんとかね、京都市が、タッグを組んで、なんと、京都市のね、観光施設、主要観光施設のところと、に、ホロライブが、タッグを組んでね、いろんなあのイベントをやってますよというのでね、それにね、ちらっと様子を見に来たというわけでございますね。まあまあ段階でやってるんですよ。弾丸旅行ですよ。夜勤明けにそのまま仕事終わって、そのまま準備支度して、そのまま高速バスで、京都に行き、そのまま京都をわーっと回って、今夜の9時半、某満喫に落ち着いたといったところですね。いやー、まあね、とりあえずね、シリーズの作品として出すのがどういう感じになるかわかりませんけど、まあ一応行ってきた雑貨みたいなのをね、まだ1日目なんで、2日目、まだ実は回れてないところもあるんですよ。回れてないところもあるんで、まあそのあたりとかの話もしながらね、まあ、晩酌の時だ。やっていきたいと思います。まあ、お酒があるのはホット、ホットの方に来たんですけど、レッドうまいですね。長チキのレッドうまいですね。うん。あれね、ちょっと今、口の中ね、怪我してるので、ちょっと染みるんでね、あれですけど、やっぱ酒にはね、枝がない。で、また詳細はね、旅行の詳細は後日一応動画が上がると思うんですけど、まあ一応ね、ホローカル今回ってる、進捗とね、雑貨みたいなのをね、上げておこうと思います。多分動画が上がる頃にはもう帰ってるとは思いますけどね。だから別に、まあ店名出してもいい気もするけど、多分今日これを公開することはないと思いますからね。じゃあ一回言っていいか。まあ今、無効紙。ってところにいるんですけど、高知って分かりますか？京都市もめちゃくちゃ有名なんですけど、京都市があって、長岡京市って分かりますよね。そのね、間ですよね。長岡京市との間くらいですよね。まあ、これもスッと行くと、枚方とかあっちの方に行くような感じ、大阪の。そんなようなところら辺の、にある。東海道線もありますよね。京都線の、駅で、向こう駅っていうのがあって、そこからはちょっと、駅からだとちょっとあるんですけど、ちょっと裏技を使ってね、簡単に来れる方法があったんでね、それで来たわけでございますね。うん。こっちが小さいな。こっちが 8% で、こっちが 7%、こっちが小さいですね。リーサーとはって話ですけど、まあ、気分です。で、まあ、ぐるぐると回ってきましたよ、といったところですね。簡単に、まあ、こっちの動画でもね、簡単に、別に、ルートを、実際に本編の動画を公開するまでお楽しみとかにするようなやつではないんで、もう、ざっくりと公開しちゃいますけど、今回はね、高速バスで来ています。まあ、本当はね、もう、ホローカルね、多分これ動画を持ってる方は、ホローカル興味があって、ホローカルを元々見てる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そうじゃなくてね、うちのチャンネルを見ていただいてる方で、ホロライブの人は、まあ、普段、あまりホロライブの話、うちの動画ではしてないというかね、やっぱね、今公開になってるのは5月とかそれぐらいになってたんで、まだね、ホロライブをね、まだ見始めてね、まだ間もないぐらいなんですよ。うん、ところだったんで、そこまであれなんですけど、まあ、すっかりした車ね、ホロライブよく見てるぞというところでございまして。で、うん。そう、いうことなんで、
った概要欄貼っておきます。あの、フォローとかね、あの、記事とかに関しては貼っておくんで、それで見てもらったら大体の内容はね、わかると思うんですけど、いろいろと施策はやっております。まあ、グッズの販売とかそういうのをやってますよっていうのがあるんですけど、その、巡礼場所、スタンプラリーとかもやってまして、これがね、デジタルスタンプラリーでね、ちょっと面白いと取り組みだったりするんですけど、そういうのがあったりだとか、そこに行くと、あの、聞ける検定ボイスとか、あと、ホロリーっていう、ちょっとあの、ソフトと連動させることによって、なんかね、あの、アプリとの、なんかその、マッチング証拠、なんか、あの、位置情報とかの証拠とかを、あの、やって、あの、その、等身大パネルとかと照合されると、そこからキャラクターが飛び出てきて、いろんな、あの、モーションを起こしてくれるとかっていうね、やつがあったりと。で、ボイスはボイスでね、別途あったりだとかね、するっていうね、なかなか、あの、面白い取り組みだったりするんですけどね。うん、で、まあ、グッズとかもね、売ってたりだとか、いうのがあって、まあ、あの、グッズの売ってるところとか、すみませんとか、ちょっと、あれ、あの、ややこしいのはね、あの、毎日ちらっと続報であげてると思いますけど、うん、あの、意外とあの、売ってるところって、そのパネルの置いてあるところが、意外と離れてるところもあったりするんでね、クリスマス神社とかね、そう、いうのもあったりするんで、すみませんとかもね、気をつけて行きたいところだったりするんですけど、その中でね、一つ大きな目玉になってたのが、東海道新幹線とのコラボの内容なんですよね。今回その、東海道新幹線さんとコラボレーションして、東海道新幹線に乗って、特定のアプリか QR コードを、開くと、あの、その、列車が移動しているときにね、その、速度モニターで、あの、一定の速度以上になると、東海道線上 GPS で追って、ちゃんと東海道新幹線に乗ってるなっていうのが確認できると、なんか、あの、特別な音声が流れて、一緒に旅行してる気分が始まりますよとかっていうのがあって、でしかもそれを聞くと、あの、乗車証明書みたいなのがデジタルで発行されて、それを、あの、高島さんで見せると、あの、限定グッズと交換、クリアファイルだったかね、交換できるっていうのがあったんで、新幹線で行くのがね、目玉になってたところなんですけど、お前なんで、そこまでね、言っといて、なんで、高速バスで行っとるんやってことなんですよ。これはね、単純に、あの、立地条件が良すぎた、というところですね。まあ